俺より10個ぐらい年下のくせによ、俺にクソ生意気な口言う。おい、うねえよ。で、実際会ってみると、自分、便所掃除得意ですから。おめえ、俺になんかおめえ、おい、うなよとかのおめえ、よく言ったな、この野郎。あれは配信なんで。あれはあれで。なお前。ほら、ああ、うねえよ。あれ甘えるんだよな、あいつは。性格的に本気で怒んねえから、俺が。いや、お前しょうがねえな。うね、腹減った、なんかねえの。当たったりしまったらなんかつくからよ。のくせによ。いや、腹の話じゃなくてさ、あんなのもう後にも先にもあんなタイプいねえんだよ、配信者で。わかるだろ、変わってんだあいつは。変わってる。俺あいつだけだもん、あのタイプは。だからあいつは配信会でまあまあ残ってられるんじゃない。他にだって似てるのいるかって言ったらいねえんだ。あ、俺のこれ主婦はお前あれだよ、偽物だよ、パチモンだからね。タンマン髪の毛見えっぱりと、俺だってハゲラのみんな知ってんじゃねえかよ。頭皮痒くならんの？ならないよ。これフルメッシュは地毛ではないのですか。おしゃれウィッグです。つままないと体に悪い。あのおつまみあるんだよ、実は。俺は枠終わってからなんか食ったり飲んだりするタイプだから、食べながらだとみんなのコメントも拾ったりとか、あの返しもできないし、終わってからだね。いやー、でもね、いや俺ね思ったんだけど、こうやって花火上げてくれる人がいるとさ、幸せだよ。ああ、頑張ってください。お船、気持ち悪いんで NG です。俺はね、今日はね、夕飯っていうか、夕飯何にしようか、ちょいろいろ考えてなるんでね。まあ、肉は焼くかな。ご飯はいいかな。肉食った後にご飯食えるかな。肉屋で食うか。サーロインとかでいいんじゃない。俺そんなにお肉、あの高級部位を食いたいっていうタイプじゃないから、オージービーフでも全然いい。肉食う？いや、食うっていうのは俺が食うんだけど、焼いてくるよ。いや、相手は来るけど、じゃあ俺はまだもう一杯ぐらい飲めるから、これを作って台所で飲みながら肉だけ焼くから、戻ってくるまで待ってろよ。あの、何やってんだ。大体見えるから。しんちゃん乗り込めじゃねえだろ。それにしんちゃんに肉全部食われちゃうじゃねえか、やっぱらよ。全部壊れちゃうんだよ。よっこらしょ。はい、たたさん。よし。
や、うまいかどうかわかんないよ。焼いただけだから。お高いお肉、お高くはないと思う。とりあえずいただきます。あのね、ご飯は食えない。だって肉だけで 300g あるの。飯食ったらもう肉が残っちゃう。うまい。玉ねぎドレッシングはうまいな。実家にいるけど肉はやってないです。味が入ってるのはやんない方がいいと思う。マジで肉はいいんだよ。だけどほら、俺の場合はほら、俺味付けしちゃってんじゃん。でもダメだ。うまい。こんくらいぶりだろ、こういうステーキは。久々じゃねえな俺。でも 300g 食っちゃうよな。間違いなく食うよ俺今日は。部長さんすごく見てるよ。あ、でも俺ステーキ食うのどんぐらいぶりだろう。久々じゃねえか。肉ってうまいな。肉はうまい。あっという間なくなってやる。いや、ぶっちゃけ俺腹減ってたんだよ。だって今日俺何も食ってないもん。別にこれはファーストフードですよ。今日一食目だから。で、汗の野菜もやばい。いや、野菜はダメだ。部長はダメだよ。俺は食っちゃう。俺いきなり行くタイプだ。苦しい。腹苦しいんだけど。